出版紙、日本国有鉄道紙、新幹線建設と国鉄、新幹線駅の建設こぼれ話ということでお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。本日も新幹線建設に関する話を少しだけさせていただこうと思います。古い資料などを参照していますと、面白い記事を発見することができます。複数の停車駅候補があった東京ということで、まず最初にお話をさせていただこうと思います。新幹線の終着駅について検討した際、当時の資料を参照しますと、東京側の起点は停車駅の候補に上がったのは新宿、原宿、市ヶ谷、品川、汐留、東京、他含めてですね、約10箇所あったそうです。最終的に旅客の乗り換えの便を考えて東京駅になったとのことですが、八重洲口駅に関しても、次のように伺えています。ということで、鉄道技術という本を参照させていただきました。昭和35年8月号を参照しますと、新幹線旅客はその60%が国電との乗り換え客であることから、国電連絡の便利さにおいて数段勝る現東京駅に決定された。差し当たり八重洲口本屋と7番ホームの間に日本の幹線ホームを新設して開業し、将来は7番ホームを新幹線ホームに振り向ける予定であるというふうに書かれております。八重洲側の現在の18、19番前の1面2線を新幹線用として新設、将来的には7番ホームを新幹線を転用するとも書かれているわけで、このイラストですね、これを見ますとですね、7番ホームですね、こちらの17番線も新幹線利用して在来線と併設しているような形になってますけども、実際ですね、こういうふうな在来線とですね、新幹線が並んで、東海道区間ね、新幹線区が7のありませんので、あくまで想像図っていう感じなんですけどもね。あと、現在の14番、15番ホームはですね、国鉄時代に整備された東北新幹線用として、作られたものなんですけども、これをですね、東海道新幹線と一応共用する計画があったっていうのはね、ことを考えたりしてます。確かにですね、もともとは共用の乗り入れの計画があったんですけども、東海道線の方ですね、JR 東海が、東海道新幹線の逼迫を理由にですね、バブルの頃に、これを返せなかったことからね、経緯がありますということで、今、ここの、14番、15番ホーム、ホームがですね、先をくっと曲がってるんですけども、これは当時の名残ということになります。新幹線協定機も複数の案が検討されました。現代線並びに他の都市交通機関との連絡や、駅の環境、用地取得、工事費などの角度から見て、次の候補地があったというふうに書かれています。一つ目が、現協定機の裏側に設置する案、併設案ですね。で、他に奈良線稲荷駅北方付近に設置する南案、この感じですね。他に市内五条通りに通し、新駅を五条烏丸付近に設置する北案ということで、この3つの案が検討されるようになりました。最終的にですね、どうなったかっていうのはご存知の通りなんですけども、それぞれのメリット、デメリットというのをね、ここで挙げています。最終的にはですね、ご存知の通り、協定機の裏側にね、駅が設置されるわけなんですけども、一応そのメリット、デメリットですね、1案、2案、3案ということで、ここに明示させております。1案は国鉄各線、奈良電鉄、当時は近鉄ではなく奈良電鉄だったわけですけども、並びに市電、バスなどの接続に有利であり、京都始発の山陽、九州方面の列車と直接接続できるほか、駅前広場を新たに造成する必要がない。その反面、駅前後の取り付けルートは旧市街地を通るので、用地取得は難しいと書かれています。で、2案の方は、用地取得は比較的容易で、線路延長も短く、工事費も安いが、東海道線との接続には奈良線を経由しなくてはならず、他の市内交通機関との連絡に不便であることが一番のデメリットであるというふうに示されています。で、3案は京都の中心部に到達できることが一番魅力であり、明治期にも東海道線を乗り入れさせる案でありながら、立ち消えになった、経路であり、国鉄としてもそのメリットを新駅の都心駅となるのが一番の魅力。ただし、連絡は市内交通機関のみとなることから、並びに地下鉄道となるため工事がかかり、高額になることが懸念材料とされているというふうに書かれています。最終的にはですね、先ほど申し上げた通り、
併設案に落ち着きですね、駅構内にあった客車留置施設は、向こう町に移すことになったということで、向こう町客車、列車区ですね、こちらの誕生の経緯というのは新幹線開業が絡んでいるというのをね、知っていただければと思います。まあ、当時の写真、ずっとですね、現代というかですね、その新幹線開業後のですね、比較していただきたいと思うんですけども、こちらの今過去のところ、ここにちょうど新幹線駅ができるわけですね。ここが町を整備されるわけで、この地頭のあたりですね、がちょっと客車区になってました。で、こちらがですね、結局新幹線で通ったことでどうなったかというと、こういうふうになるわけですね。先ほど赤で囲ったあたりがちょっと新幹線ホームになって、ここに新しい道路がね、接続されたというところになると思います。既存の大阪駅に乗り入れはベストだがということで、もう一つの終着駅、大阪はね、どうだったんでしょうかというところなんですけども、東京が複数の候補があったのに対して、大阪に関しては、既存の大阪駅に乗り入れる案ですね、それと東淀川駅付近に駅を設ける案の2つで検討されることになったそうです。最終的にですね、東淀川駅から少しね、南に下った。新大阪駅、ここがね、落ち着くわけなんですけども、その辺をね、お話ししていこうと思います。新幹線の、大阪側の駅をですね、どこに持ってくるかというのを考えるときに、利便性を考えれば、大阪駅にね、乗り入れるのが一番ベストなんですね。ただ、大阪駅を中心とする梅田地区の交通混雑、さらには拍車をかけることになると。一方ですね、家屋の密集する市街地を通過するために、工事が渋滞し、工事費も増大するとして、欠点の方が大きいと見られて、採用されませんでした。ここでは後悔ありますけど、実際あとですね、さらに西へ延長する際ですね、大阪駅からね、さらにまたもう一度橋を渡らなきゃいけないというメリットもあって、デメリットもあってですね、結局カーブが多くなってしまう。それであれば新大阪駅に設けてね、そのまま貨物線に沿って走っていけば、そのまま西へ抜けられるというね、いうこともあってですね、この大阪案っていうのは消え去ったわけですね。で、結局大阪府や大阪市の地元の賛成権も多かった、東淀川付近案となったのであるというふうに書かれています。ここでですね、新大阪のね、東淀川付近ということなんですけども、これはもともとですね、弾丸列車計画の場所だったわけですね。弾丸列車計画の駅として、ちょうど東淀川の駅をね、設けたわけなんですけども、結果的にですね、東淀川の駅をさらに西へね、ずらしてしまったというところで、東淀川の駅とですね、新大阪の駅、極端に言えばですね、歩いてでもね、移動できるぐらいの距離なんですけども、それぐらいの短い駅間隔ね、国鉄としては、珍しいのが誕生した経緯はね、そういう過去の歴史があるということをね、知っていただければと思います。新大阪駅建設で決まった新御堂筋並びに地下鉄の新大阪延長ということで、新幹線の駅をですね、ここに、東淀川付近に設置するということが決まったことで、結果ですね、東海道本線、北方貨物線、三原総社場、東海総線に囲まれた三角地帯が、利便性が良いという、決定がね、最終的になされたということで、先ほど申し上げた通りですね、東淀川の駅の付近に設けるという案がですね、少しずれて、この場所をね、宮原の場所に今設置したというようなわけですね。で、新大阪駅が宮原総社場付近に決定したことを受けて、大阪市は新御堂筋線を延伸することとし、さらに御堂筋線、当時の名称は高速1号線と言ったんですけども、これを延伸することがね、決定事項となりました。これによってですね、新大阪駅までひとまず、新幹線、ギャグって、地下鉄ですね、延長される。いうなわけですね。で、この後ですね、メトロですね、これが千日号が伸びてますけども、これは新幹線の営業、ね、建設というよりもですね、万博のね、建設開催ということから延長なわけですね。もともと大阪市営地下鉄の、この高速1号線と言われたこの列車ですけども、もちろん新大阪決定もあるんですけど、その後ですね、どこに接続するかっていうのはですね、当時江坂、ね、で止まる予定だったみたいです。江坂というか、もう少しより正確に言うと、現代の神田前付近、ここまで線路を伸ばして、そこを終点とする。そういうふうなイメージだとそうなんですけども、万博の開業ということを受けてですね、千里中央、
よりも万博地、魚口まで線路を伸ばすという方針が決まりましたので、そのままですね、江坂から、曲がらずにひたすらまっすぐね、上を目指す、北を目指す、そういうような、ね、路線になりよったわけですね。阪急も新大阪駅の乗り入れを予定していたがということでね、お話をさせていただこうと思います。阪急もですね、新大阪にね、乗り入れるべく、免許を保有しており、現在の27番ホームが建設されている付近は、阪急が土地を確保していました。図を見ていますと、神戸線並びに京都線がね、途中で分岐して、新大阪駅に乗り入れる。そういうタイプだったんですね。で、新大阪からはですね、京都線の方なんですけども、淡路で接続するようになってますので、この路線があればですね、極端な話、神戸からね、京都まで直通できる列車がね、走らせることができました。歴史にもしも、威風ってのはありませんけどね、阪急が新大阪駅の路線を開業させていたら、ね、新大阪駅から京都へ、または神戸のね、流れっていうのも変わっていたんじゃないかな、というふうに思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は新幹線駅決定までのお話ということで、東京駅、京都駅、新大阪駅のお話をさせていただきました。今後もですね、こちらのシリーズも続けてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。